27日投開票の自民党総裁前に立候補を表明している河野太郎デジタル賞が4日までに SNS で年末調整を廃止して全ての国民に確定申告をしていただきますと投稿。ネット上は大荒れとなっている。首相になったら実現したいことを自身の X、Q、ツイッターに投稿している河野デジタル賞は3日約700字の長文を投稿。 支援を必要とする人を把握するデジタルセーフティーネットの一環として国税庁、市町村、日本年金機構などに勤務先から今バラバラに提出している所得関連のデータを国の窓口機関で一元管理と掲げた窓口機関はマイナンバーを使って個人の所得などを名寄せするとしその上で移行期間を経た上で年末調整を廃止して 全ての国民に確定申告をしていただきますと説明雑所得の経費以外は自動計算になり確定申告はほとんど手間いらずでできるようになりますとしているだがこの年末調整を廃止して全ての国民に確定申告してもらうの部分をまとめサイトが拡散した影響などで X では税務署パンクなどがトレンド入り面倒いやめてくれ 効率が悪いし税務署がパンクしまますす人人でで申告できない人は新たに出費が発生しますそのためにマイナンバーカードで全ての国民の所得を把握だってその前にお前ら自民党議員がちゃんと税金払えよなどとパニックが広がる事態となってしまったこの騒動に立憲民主党の小沢一郎衆院議員の X も反応。 マイナンバーで国民をとことん追い詰めるつもり狂気の政治と切り捨てた以下はネット上の意見をまとめたものです河野さんの家系は代々政界の養殖を担ってきた育ちの良いサラブレッド生まれた時からお手伝いさんが何人もいる長方形で過ごしいまだ身の回りの世話をする人が何人も雇われていることでしょう 一族が凄す,すぎて、誰も還元ができないのか、暴走しているように感じます。この人も税金を取ることや金を配ることばかりに言及しているので、球体以前の政治を行うことが予測されます。国民からは絞り取るばかりで、実質的な脱税を繰り返し半ば開き直っているのが今の自民党の実態だが、河野さんは政治資金透明化をクローズアップせずに。 国民から絞り取ることだけしか頭にないように見えるさすがにあんまりだ対外にした方がいいと思う河野さんはなんで自民党が非難の嵐にさらされているのか実感がないのだろう国民に寄り添う気持ちが決定的に欠けているとしか思えないここまでひどいとは思わなかった河野デジタル大臣あなたが総裁選で総裁に選出されることはないと思います マイナカードと言いながら手続きはアナログのままでデジタルになってないじゃないですか。市役所で手続きする際に何時間も待合室で待たされる状況を考えたことがありますかデジタル大臣も務まらないのに自民党の総裁や総理大臣が務まるわけがありません。政界から引退して身を引いた方があなたのためです。 これ以上国民を苦しめないでもらいたいです。総裁選から身を引いて政界引退してください。それが国民全体のためにもなります。河野大臣は総理を目指して他の候補とは差別化を積極的に発信しているつもりだろう。しかしマイナンバーカードの問題にはその責任も感じない開き直りや派閥政治を解消を叫びながら 自らは総派に所属所管外と国会の質問には答えない無責任さ年末調整を止めてすべての国民に確定申告させると何をちまよったのだろう総理候補として目立ちたい気持ちがわかるが思いつきで発言することは止めるべきだ自民党の裏金問題や悪質な税金逃れの議員たちの納税をきちんとシステム化して 報告を義務づけることが先決だ。年末調整のために各会社にその事務負担を押し付けている。それがなくなるのは会社にとっては歓迎なのではないか。今確定申告はネットでやれば簡単に済むし、各人の負担も年末調整のために会社に書類を提出するのとそれほど変わらない。それに政治家もマイナンバーカードで 確定申告するようにすれば裏金脱税できなくなり透明性が高まるし国民の税金の使途に対する関心も高まる政治にとっても良い影響を与えるだろう国民みんなで確定申告するの賛成だこれは発信の仕方が悪かったですが目指す方向としては間違ってはいないと思います確定申告をものすごく容易にして誰もが簡単にできるようにすれば 会社では年末調整という業務が不要になるものすごく容易にするわけだから税務署がパンク云々というのも的外れな批判年末調整を廃止して全ての国民に確定申告をしていただきますではなく確定申告を非常に容易に行えるよう整備し会社での年末調整という業務を不要にしますと言えばよかったんじゃないでしょうか河野氏をはじめとして 今回総裁選に立候補する面々は経済や国民生活への理解に乏しいものが多い。特に河野氏は改革を訴えるが改革というのは手段であって目的ではない。改革が悪い方向に進むこともあるというのは社会人として当たり前の実感だ。河野氏のような人物に国の舵取りをしてほしいとは全く思えない。 確かに年末調整やらは鬱陶しいし、簡素化することは賛成。だが、とりあえず議員が多すぎるし裏金含め政治家は金を無駄に使いすぎ。その他様々な問題を一つ一つ解決してから発言しないと炎上するのは目に見えている。とにかくまず政治家が身を大胆に切らないと国民は納得しないよ。確定申告をしなければ、多めに厳選徴収された。 所得税は戻ってこないし住民税の所得割が多めに計算されるようになりますね面倒くさがる人が損をするということでしょうか年末調整を止めれば企業の担当者や税務署は余計な仕事をカットできて税務当局は調整業務の強化にシフトできるようになりますつまり国や自治体からしたら増税せずに税収が大幅にアップし 莫大な調整コストも削るることとがでできるというわけです例えて言えば金融機関の窓口で振込依頼書を記入して銀行員に手数料を払って振込処理をしていたものをネットバンキングで自分で振込入力をするようにして代わりに振込手数料を安くしてもらうのと同じことを税金についてもやろうということです確かに給与所得者の確定申告は とてもも簡単なので誰でで誰すぐに自宅で済ませることはいえ考えたもんですね油断も隙もないですね今や収入の半分を税金で持っていかれ我慢に我慢を強いられている国民に今度は企業の仕事をただ働きでしろというのか国民に豊かな生活を届けるのが国会議員の仕事ではないのか それを企業の負担を減らし国民の負担を増やすとはさすが消費税増税して法人税減税するだけあるなレジ袋の店舗負担すら国民負担にしてどや顔している自民党総裁候補もいるしもうこんな河野太郎氏のような国会議員は次の国政選挙で落選してほしい選挙区の有権者の方怒ってください その怒りを選挙にぶつけてください。河野さんが持ち合わせる物事の是々非々ってどこまでずれているのかなというのが率直な感想で一体どこに目がついているのとも思うものです裏金問題が著しく表面化した時点で身を切る改革だの国民に寄り添う等と単なるきれい字を並べるのが口から出まかせなのが分かりきっていることで国民の目はそこまで節穴ではないし 結局自分たちファーストの発想での行動は本当に迅速なんだなと改めてそう思います。